様こんばんは。駄菓子屋マキ先生。今日は新曲にチャレンジしてみるのだ。よく失敗は成功のもとと言われますが、なんてったって、チャレンジ大好き。いたずら大好き。今日は新曲にチャレンジしてみるの。Thank you.
なせばなる。なさねばならぬ。勝負に勝つ。勝つめし。勝負に勝てると思えば勝てるのだ。できると思えばできるのだ。私、駄菓子屋牧先生。本日は、芸名変更。ドレミファ音符姫。駄菓子屋牧先生が、新曲、ワンピースフィルム、レッドメドレー。新時代、私は最強。風の行方など、初披露してみました。間違いは誰でもあるのですが、何でもやってみよう。自分でやってみよう。間違ってもいいんです。自分で何かやってみようかなと、本当に思う人はとっても素敵だなと思います。先生もまだまだ完璧ではありませんが、何でも人から勧められてやるのでは練習も身につかないのと同じで、何でも自分からやってみようかな。この曲が弾けたらどんなに嬉しいかなと思う練習の目標や練習の意識を高めるために、先生も次々いろんな曲にチャレンジしております。ピアノ教室も少しずつ、まだまだ私は最強、これこそ私は最強でございます。何でも自分でやってみよう。子供チャレンジ、まさに子供チャレンジ、新時代でございます。コロナなんかへっちゃらなのだ。前向き前向きポジティブ。あなたできるわよ。大丈夫よ。きっと明日ももっともっといい日になるわ。自信を与える言葉がけ。自信を持つため、得るためには何をすればよいのかな。それはコツコツ自分磨きをすることだと思います。自信を得る、与える子ども様の安全に、衛生管理もきちんとしておりますが、毎日、誰もが毎日毎日元気ではありません。それでも、私は最強でございます。自信を持って日々邁進しております。それでは、一句。一週間、よく学び、よく洗う。だるまさんが転んだ。あっという間のためごろ。当たり前だのこれか。それでは明日もこうご期待くださいな。猫が寝転んだ。布団が吹っ飛んだ。イカ食べたかい。